パトリック・スターとはテレビアニメスポンジボブに登場する人手のキャラクターであり、スポンジボブの親友であり、物語における純主人公でもある。苗字のスターは人手にちなんでいる。間抜けでドジばかりだが、スポンジボブを兄弟のように大事にしている。食べることと寝ることが大好き。キャラクターはステファン・ヒレンバーグによって考案され、 初出は1999年5月1日に放送されたパイロット版バイト募集中である。彼は頭が悪く常識に疎いため時折親友のスポンジボブをトラブルに巻き込む。一方でボートの運転が得意だったり芸術的センスがあったりする。体の色はピンクで太った体をしている。性格はのんびり屋で食いしんぼ。一人称はオイラ。普段は ボケ役だが、真面目になると突っ込みもする。パトリックは批評家やファンからも良い印象を受けている。彼はまた、2004年の長編映画、スポンジボブ、スクエアパンツ・ザ・ムービーと2015年の映画、スポンジボブ界のみんなが世界を、ウーでも活躍している。パトリックは、スポンジボブの間抜けだが面白い親友である。彼は、ビキニタウンのイカルドの隣にある岩の下に住んでいる。 また、家の家具はすべて砂でできている。食いしん坊でのんびり屋の無職。頭は、とても悪いが一度だけ、天才になるサンゴを被ったことがある。スポンジボブにアドバイスすることがよくあるが、基本的に役に立たないアドバイスばかりしている。稀にまっとうなことを言うときもあるが本人は、大体覚えていない。ちなみに、ボートの免許を持っている。頭が、かなり悪く。 字の読み書きが苦手で、鉛筆を使うとき、字が出ないと言ったり、自分でたった、今食べたにもかかわらず、自分のお菓子をスポンジボブが取ったと思ったり、スポンジボブから僕のズボンの形は何でしょうと言われてもわからなかったり、遊園地の乗り物の制御装置をスポンジボブと勘違いしたり、ドライシーバーを使うときに中に閉じ込められたりして、今助けに行くからと言って、 壊したりなど頭はかなり悪いようにも見えるが、本人曰く頭の悪さは、その時による。また、彼が集中できる時間は、約0.02秒である。ただし、図書室って何では、スポンジボブに勧められ、大量の本を読み、一気に知識を詰め込んで一時的に賢くなったことも、ある。ちなみに、マヨネーズが楽器かどうかわからないらしい。また、 最も役に立たない男として、トロフィーをもらったことがある。スポンジボブ曰く、何もできないことの達人。普段家ではテレビを見たり、昼寝をしたり、スポンジボブと遊んだりしている。スポンジボブから食べ物などをもらっているシーンもある。時々スポンジボブに助言したりアドバイスをしたり、することがあるが、大抵役に立たないことばかりである。適切な意見を言った場合、自分でも意味がわからない。 カーニーやイカルドからは頭の悪さを呆れられていることが多いが、スポンジボブだけは例外であり、困った時などに彼に相談したり助けてもらうことも珍しくない。怒ると非常に怖く、暴走して周囲に迷惑をかけるが、ナイーブなところもある。無職。怖いものはグローブワールドという遊園地のマスコット。 グロービーグローブ。彼はカニカーニやエソバケツ艇で一時的に働いている時を除いて無職である。そのため、ほとんどの時間はスポンジボブと一緒に遊園地、グローブワールドに行ったり、クラゲを捕まえたり、彼が住んでいる、岩の下でのんびり過ごしたりして過ごしている。家では寝たり、テレビを見たり、何もせずに過ごしたりしている。 彼の岩の下の空間にあるすべての家具は砂でできており、パトリックは必要に応じて家具をすぐに建てることができる。それでも彼の家には最小限の必需品しか置いていない。彼の親友であるスポンジボブは別として、パトリックのナイーブでありながら、天才的な計画や解決策を思いつく能力にしばしば感銘を受けているパトリックは、彼の周りの人々を頻繁に苛立たせ、 最も単純な質問や主題に困惑している。カーニ氏やイカルドなどのキャラクターはパトリックの愚かさに我慢できず前者は彼にあまり気を配らない。カーニの声優のクランシー・ブラウン氏はパトリックは愚かすぎて何の仕事もできない。そのため彼が雇わないのは唯一パトリックだけだと語った。ちなみにサンディはしばしばパトリックに悩まされるが それでも彼を友人だとみなしている。ちなみに番組のキャラクターは独自の足音を持っている。パトリックの足音はこの番組のフォーリークルーによって録音され、フォーリーのタレントはスリッポンを履いている。ショーのサウンドデザイナーであるジェフ・ハッチンズ氏は、裸足で存在感を高めるのは難しいので、パトリックは靴を履いて鳴らすことにした。そうである。ステファン・ヒレンバーグは、 子供の頃から海に魅了され、また芸術の才能を伸ばし始めた。大学では海洋生物学と芸術を専攻した。1984年に卒業した後、海洋教育機関であるオーシャンインスティチュートに参加し、後にスポンジボブの制作につながったザ・インタータイドルゾーンという漫画を作った。1987年、ヒレンバーグは アニメーションのキャリアを追求するために退職した。数年間カリフォルニア芸術大学で実験的なアニメーションを勉強した後、ヒレンバーグはアニメーションフェスティバルで6校のモダンライフのクリエイターであるジョー・マレーに会った。マレーはヒレンバーグにシリーズのディレクターとしての仕事を提供した。6校のモダンライフの作家の一人であるマーティン・オリソンはザ・インタータイドルゾーンを読み、 ヒレンバーグに同様のコンセプトのテレビシリーズを制作するように進めた。その時点でヒレンバーグは自分のシリーズを制作することを考えていなかったがすぐにこれがチャンスであることに気づいた。六甲のモダンライフの制作が1996年に終了した直後ヒレンバーグはスポンジボブに取り組み始めた。番組のキャラクターについてはヒレンバーグはコミックから キャラクターのデザインを描き使用し始めた。彼はパトリックのことをおそらく街で最もバカな男と表現した。彼は動物の自然を体現する人手として考案された。ヒレンバーグによれば人手は愚かでゆっくりに見えるが実際にはパトリックのように非常に活発で攻撃的だと言っている。ヒレンバーグはユーモラスな状況や 登場人物とその欠点についてを強調するために、話題のユーモアではなく、登場人物のコメディを番組に取り入れた。普段は良い心を持っているように描かれているにもかかわらず、パトリックはいくつかのエピソードで感触を持っていることが分かっている。パトリックの感情的な爆発は、もともとスポンジボブとサンディがパトリックにバレンタインデーの贈り物を贈ろうとする最初のシーズンのエピソード。 バレンタインデーのためにのみ書かれており、一度だけのものになるはずだった。しかし、エピソードライターの J ・レンダーによれば、その番組が戻ってきた時、彼の暗い面が至るところに現れ始めたのは正しかった。あなたは、あなたが望むすべてを前もって計画することができるが、キャラクターは結局彼らが誰かを告げると語った。言語版のパトリックの声は、俳優のビル・ファーガーばっけが演じている。 彼は、パトリック以外にも多くのキャラクターの声を担当している。パトリックは、ボードゲーム、コミックブック、キーホルダー、縫いぐるみ、トレーディングカード、ビデオゲームなど、他のスポンジボブ関連のメディアにも出演している。パトリックは、スポンジボブの最初の長編映画家である、スポンジボブ、スクエアパンツ・ザ・ムービーで主要な役割を担っている。 この映画は2004年11月19日に公開され、世界的に1億4000万ドルを超える経済的成功を収めた。また、2015年に公開された、スポンジボブ界のみんなが世界を、q ーでは、パトリックはライブアクションシーンで 3D になる。この映画でパトリックはアイスクリームを操るスーパーマンに変身する。AB、キャラクター。 スポボブ、2020年7月5日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年7月5日閲覧、パトリックフロムスポンジボブスクエアパンツカートゥーニックドットコム、ニック有形、2020年5月10日閲覧、ABCDEF、パトリックスター、ピクシブ百科時点、2020年7月5日閲覧、パトリックフロムスポンジボブスクエアパンツカートゥーニックドットコム、 ニックユ k ケー、UK, 2020年5月10日へずら覧。日本放送協会、アニメスポンジボブ、プランクトーンを警戒せよ。図書室ってなーに ?NHK 番組表、2020年5月10日へずら覧。パトリックフロムスポンジボブスクエアパンツカートゥーニックドットコム。ニックユ k ケー、UK, 2020年5月10日へずら覧。ありがとうございます。